獅子の像を求めて三千里ほどでもないが、とにかく南西に向かって突き進み続ける当時ら二人。三つ目に訪れた町で彼らを待ち受けるものは何か。あった。ありましたね。三つ目の町にしてやっと見つけたぞ、獅子の像。まったく小安連様様だ。占いを信じてよかったぜ。まったく調子のいいことを。二つ目の町を過ぎたあたりからあんな占い嘘だとか言ってたくせに。いいんだよ、占いは結果論なんだから。それよりこの町にリリスを追う手がかりがあるはずだ。手分けして探そうぜ。ええ、その方が早いですからね。では後ほど合流することにしましょう。あ、頼む。また後でな。リリス、この町に手がかりがあるってことはお前もここを通ったってことなのか。待ってろ、もうすぐ助けてやるからな。そんでもってついでにあの高慢ちきな女をボコボコにしてやるからな。待ってろよ。ダメだ、あっちこっち聞いて回っても手がかりなんかどこにもねえ。おかしいな、絶対この町にあるはずなんだけど。ん？なんだ白狼丸、何かあるのか。ねえねえ、ちょっといいかな。あ？なんだ。ぽよんぽよん。あ？ぽよよよよん。お前何やってるんだ。やっぱりダメね。ダメなのね。聞かないよって何なんだよお前は。いきなり現れてぽよぽよだの聞かないだの、わけわかんねえよ。私はアイダベル。これは私の魔力よ。思春期くらいから大きくなり始めて、ついこの間まではこれで男を自由に操れたの。でもちょっと失敗して呪いをかけられちゃって魔力がなくなっちゃったの。えらい物騒な魔力だな。おい、聞かないってのはそのことか。おい、ちょっと待て。まさかそいつを使って俺を自由にしようとか考えてたんじゃないだろうな。聞く。考えてないよ。魔力で男を騙してシーズンに勝ち抜いて呪いを解こうなんて考えてないよ。なるほどね、それで分かったぜ。さっき白狼丸が光ったのはそういうわけか。おい、アイダベル、シーズンってことはお前も闘神器使いだろ。聞く聞く。なんでなんで分かっちゃったの。もしかしてあなた超能力者。お前が自分で全部喋ってるんだろうが。とにかくお願い、私に負けて。じゃないと私一生この姿でいなきゃならないの。同情はするけどこいつばかりは譲れねえ。悪いがこの勝負、この神道当時がもらう。当時の分からずや、私だって負けないから。お子様相手はやりにくいんだよな。子供だからって甘く見ないでよ。第一節開始。これで決まりだ。さくろ、白狼丸、闘神解放。
身解放おおそうさん集中すればボヨヨンなんかに惑わされないぜ。負けちゃった、悔しいなって、おい、お前その姿だっていい気にならないでね。でも少しくらい私のこと好きになってもいいわよ。ああ、これが私の本当の姿よ。姿を変えられたのは闘神器ナイトメアの呪いで、戦っている間だけ元に戻れるの。でももうすぐ。ほらね、魔力も魅力もない女の子に戻っちゃうの。そんなことないさ、それでも十分可愛いと思うぜ。え、こんな私がいいなんて。まさかあなたのり。なんと当時にはそういう趣味が。なんだよお前まで。違うって。そうじゃないって。そうじゃなくて、なんつうか、あんまり落ち込んでるからさ、見てられなくて、そういっただけだよ。当時って優しいんだね。ええ、もちろん知っていましたとも。私は信じていましたよ、旅の友、当時。おいおい、本当かよ。まあいいや。それより、アイダベルに聞きたいんだが、俺たちの他にこの町を訪れた闘神器使いはいないか。うん、いたよ。でも女の人の二人連れだったから、魔力が通じないと思って、私戦わなかったの。女の二人連れで、そいつらどんなやつだった。
人はツンツンしたお姉さんで、もう一人はお人形さんみたいな子だったわ。それだ。で、その二人はどこに行った？確か町を抜けて北に向かったと思ったけど、北には一つしか町がないから、そこに行ったんじゃないかな。それだけ聞けば十分だ。ありがとうよ。行くぞカーマイン、今度は北だ。ええ、急ぎましょう。あ、ちょっと待って、行っちゃった。進路当時かそこそこかっこいいし、かわいいって言ってくれたしちょっと追いかけてみるのもいいかもね。よし、決めた。恋は行動、ガーガーよ。守さん、やっと見つけたわ。来たのか、サナエ。追っ手はやっぱりお前だったか。何よ、人事みたいに。島で投信機を受け継いだのは私とあなただけ。あなたが島抜けをすれば、私に仕事が回ってくるのは当然じゃない。仕事か。その言葉、俺の前で口にするんじゃねえ。そいつのせいでどれだけの島人が命を落としたか。自分で仕事を増やしておいてよく言うわ。それが嫌ならこのまま島に戻って、そして今まで通り。嫌だと言ったら。言わせない。腕ずくでもあなたを島に連れて帰る。面白い、やってみるか。これは影丸の容器。いつの間にこんな。お前だって知ってるだろ、影丸には因縁のある投信機がある。ちょうどいい具合にシーズンも始まった。だから影丸はうずいているのさ。もちろん俺もな。アクローマルと決着をつけ、そしてシーズンで勝ち抜く。そうしたら俺も何だというの。話す気はねえな。やるのかやらないのか、俺はどっちでもいいぜ。決まっている。行くわ、ボタン。光の十字が立つとき、厳正なるシーズン始まりを告げ、投信機に選ばれし者たち、技を競い魂を削り勝敗を争う者なり。その頂点を極める者、世界の運命を決する戦いへと導かれ。シーズンが始まって1週間、各地では投信機の淘汰が進んでいると聞くわ。そして勝ち抜いている者の中に進藤当時という少年がいるということも。お兄ちゃんが。どうやら当時はあなたを救うために投信機を手に入れたみたいね。そしておそらくはここに向かっている。リリス、当時に会いたい。会いたいです、すごく。でも今は。そうね、悪いけど我慢してちょうだい。あなたに秘められた秘密を解くまでは。でも私にどんな秘密が。私がアズ13の本部にいたって本当なんでしょうか。ええ、覚えていないでしょうけど本当よ。あなたは
落ち着いて、リリス。大丈夫、心配しないで。何があっても私が守るから。はい。もう時間がない。シーズンはこうしている間にも進行していく。全てが決する前にあなたの秘密を解き明かさなくては。そのためなら私は手段を選ばない。さらわれたリリスの身に果たして何が起こっているのか。その頃、リリスを追って旅を続ける当時は、新たな情報を頼りに手分けして北の町を探索していたのであった。くそ、ダメだ、全然手がかりがつかめないぜ。ここにリリスたちが来たってことは確かなんだけどな。カーマインの方は収穫はあったかな。そろそろ合流の時間だし行ってみるか。って、なんだ、なんか視線を感じるぞ。白狼丸が、まさか。おい、なんなんだ。ひゃなんだてめえ、危ねえじゃねえか。一撃必中のハンター、このビリー様の銃弾を避けるなんざ大した運動神経じゃねえか。お兄さんびっくりだよ。だがな、次はないぜ、覚悟しな。銃が光った。まさかあれも同心機なのか。おい、ちょっと待てよ。俺はお前なんかに狙われる覚えはないぞ。ああ、確かにだが、こいつはね、大人の事情でな、お前の最後は俺が見とる。見とるって勝手に決めるなよ。っていうか、いつの間に俺が負けたことになってるんだよ。それがお前運命ってもんだ。この俺のブレッドブリッタの銃口から逃れられた奴はいないんだぜ。安心しな、最後くらいは美しく飾らせてやるからよ。たける方向、揺らめく煙症へ。俺の相棒が吠えた瞬間に、お前の時間は永遠に氷に閉ざされる。そして冷たいアスファルトに倒れ伏したお前の魂、ドブの匂いに満ちた生暖かい風が運び去る。全然美しくねえ。こいつどういうセンスしてるんだ。うるせえ、詰め込め抜かすな。そろそろ行くぜ、ショータイムだ。さあ、ブレッドブリッター、その方向を地の果てまでも響かせろ。地球がぶっ壊れても雄たけびをやめるんじゃねえぞ。なんか危ねえやつだけど、売られた喧嘩は買うぜ。頼むぜ、白狼丸。